バーツラフ2世バーツラフ2世は、プシセミスル朝のボヘミア王及び、ポーランド王。父は、ボヘミア王とオーストリア公を兼ねた、オタカル2世。母は、その2番目の日であったスラボニア公ロスティスラフの娘で、ハンガリー王ベイラ4世の孫娘クンフタ。ドイツ語では、ウェンゼル2。父が神聖ローマ皇帝の座をめぐって、レドルフ一世と争い、1278年に、 マルヒフェルトの戦いで戦死したため、ボヘミア王位を継承した。しかし、所領の多くをルドルフ一世に奪われ、ボヘミア王国とモラビアの継承しか許されなかった。また、王位を継いだ頃は幼少であったため、しばらく政治は重心の手によって行われていた。1290年から申請を開始する。バーツラフ二世は、 父の時代の国力を取り戻すため、銀河や銅河による貨幣統一を行った。同年、ポーランド太鼓プシェミス2世は、バーツラフ2世に、クラクフ公国の支配権を委ね、自身は、ポーランドの立地域における支配権獲得に専念して、国内を統一し、1295年に、ポーランド王に即位した。しかし、プシェミス2世は、 翌1296年に暗殺され、後継者をめぐって、バーツラフ2世は、クヤビコーブワディスワフ1世と対立した。ブワディスワフ1世は、ポーランドの王権の強化と統一を望んだ農民、騎士、聖職者に広く支持されたが、実質的な多い選定権を持つクラクフ公領の有力貴族は、ピアスト家の支配強化を嫌い、バーツラフ2世を支持して国王に推挙し、 ローマ教皇の特許を得た。1300年、バーツラフ2世は、ポーランド王バツワフ2世として即位した。しかし、ポーランドにおいてはあくまで戸様の形式上の君主であり、実質的な権力はクラックフの貴族たちが握っていた。バーツラフ2世は記載であった、ユッタが1297年に死去したため、プシセミス2世の一人娘リクサエ,エルジュビエタと1303年に再婚した。 1301年に、ハンガリー王家が断絶すると、母方の祖母アンナが、アールパード家のベーラ4世の王女であったことから、ハンガリー貴族に迎えられて、ハンガリーの王権を委ねられ、同年に、息子のバーツラフ3世を、ハンガリー王として即位させた。しかし、ハンガリーにおいても、プシセミスル家はどざまに過ぎず、支配できたのはハンガリー貴族たちから譲られた一部の領地のみで、 実質的権力は貴族が持っていた。それでもプシセミスル家はボヘミアに加えポーランドとハンガリーの君主を兼ねることになった。プシセミスル家の勢力拡大に対してハプスブルク家のドイツ王アルブレヒト一世は危機感を抱き婚姻外交によってプシセミスル家の切り崩しを格索するようになる。もともと病弱であったバーツラフ二世は アルブレヒト一世の対応に苦慮する最中の1305年、病のために死去した。コーエリシュカは、アルブレヒト一世の息子ルドルフと再婚した。翌1306年、バーツラフ3世が暗殺され、プシェミスル朝は断絶した。同年、ドイツ人のケルンテンコーハインリヒ6世が、ボヘミア王に即位した。そこへ、アルブレヒト一世は軍を率いて、プラハを占領し、息子、 ルドルフを、ボヘミア王ルドルフ一世として即位させた。1307年、ルドルフ一世は、反対者をホレショビセの要塞に追い詰めて拒否したが、その最中に、赤リで没した。ハインリヒロク世は、ボヘミア王に復位したが、1310年に、ルクセンブルク家のヨハンに追放され、ヨハンが、ボヘミア王に即位した。ポーランドは、ブワディスワフ一世が、ポーランド大公に、 即位、1320年に王位を獲得した。ハンガリーでは、バイエルン公夫を3世が即位したが短期間で、大位、代わって、カーロイ1世が即位して、アンジュ家の世襲となった。ドイツオールドルフ1世の娘ユッタと1285年に、結婚。4男6女を設ける。ポーランドオープシェミス2世の娘リクサエルジュビエタと1303年に、結婚し、 カズメを設ける。リクサは、バーツラフ2世の死後、ハプスブルク家のオーストリア公、ルドルフ3世と再婚する。ありがとうございます。